こんにちは。金ちゃん BBH と申します。本日はですね、まあ、珍しく月曜日からのですね、えー、注目銘柄ということで、その注目銘柄のトレードシナリオとトレードプランについてですね、えー、情報発信をしていきたいと思います。当チャンネルはテクニカル分析に特化して銘柄分析を実施していくチャンネルです。この動画を最後まで見ていただくと、テクニカル分析に基づいた 値動き速度や市場心理、目標株価の尺度を手に入れることができます。また、本動画で使用しております PowerPoint の資料につきましては、PDF に落としまして、概要説明欄のこの地ですね、リンクを貼っておきます。このね、えー、PDF につきましては、次のね、アップロードで消えてしまいますので、必要な方はですね、お早めにダウンロードしていただければと思います。 本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。はいということでですね、えー、今回分析する銘柄につきましては、えー、私がね、えー、主催しております株式投資について勉強する会の中からですね、えー、要望が上がっていた銘柄を分析していきます。まずですね、えー、上がっている銘柄見ていきますと、まあ五四一一ですね、五、えー JFE で,す、ね、で続いてえー、っと。漏れちゃいけないんでですね今探してるんですがユニバース。 あとは MCJ リボックス。E ベベースベーススです日本ンンこれさっきっえー これはね、この前分析した三億工業が当たってたという話ですね。チェンジか、チェンジですかね。チェンジ、チェンジちょっと、まあ、レ柄コードが分からないですが。はい、以上ですね。 では今回ですねこの銘柄を分析していきますそれでは jf e ホールディングスの分析に入ってきますはい現在ねえご覧チャートにつきましてはあ jf e ホールディングスの手足チャートになりますまずねこの中足チャートをね見ていきますとまず目につくのがこのペナントですね、えー、ペナントを上抜けねブレイクしてきてるのがですねわ、えー、かるかと思います このペナント側抜けのですね、目標値ですね、テクニカル的な目標値につきましては、だいいたですね、この白いゾーンですね、このあたりぐらいがターゲットプラスになってくるのかなという状況ですよね。ここで意識されている、ね、ラインを引いていきますと、一応、ですね、青いラインがサポートで、赤いラインがですね、レジスタンスという、ね、位置づけになってくるんですけれども、直近ではで、ね、1500円付近にレジスタンスが、ね、存在しているのが確認できるかと思います。 でチャートを見ていきますと、1500円の、ね、ラインで、ここにね、えー、高値、意識されそうな高値がですね、存在していますので、ねえー、なので、まあ、このね、高値をもし、ね、抜けた場合、この1500円のラインをですね、もし終わりで、ね、抜けてで、サポート、この1500円のラインが、まあ、サポートとしてですね、えー、機能した場合、どうなるかといいますと、まあ、エネルギー的には、このね、えーまあ、カップ・ウィズ・ハンドルのね、えー、チャートパターンが完成してきて、エネルギー的には、 まあえーね、874円,ですか、ね、円のです、ね、エネルギーが出てくるということで、まあ、目標値的には、ね、2374円あたりです、ね、このあたりまで来るのかなというイメージを持っています。なので、展開予測としては、このエネルギーですね、この874円のエネルギーを貯めるために、えー、しばらく、ね、1250円から1500円の間でも、ねえー、みえになってくる可能性があるんではないかなという、ねえー、イメージを持っています。 こ,のね、ここで揉み合って上抜けした場合については、まあ、2 3 7十円まで、ね、行く力がありますよと下抜けした場合については今度逆にです、ね、900円から1000円あたりまで落ちてくるんじゃないのかなというイメージを持っていますただねこの1百0 0円あたりまでで1回止まるんじゃないかなという、ねまあ、予想も出しておりますこの理由について次の、ね、スライドで解説をしていきます なぜね、1100円で止まるかっていう話なんですけども、まずこのね、チャートを見ていきますと、このもみ合いですね、ここでトレンドレスが終わったんですよ。このもみ合い、青いゾーンをブレイクして、トレンドレスが終わったんですよね。ということで、エリオットアウトが出てきてるのかなというイメージを持っています。なので、1波、黄色いとこですよね。1波、2波、3波ということで、3波の目標値ですね、どのたりになってくるのかなという風にね、分析したんですけども、これね、次のね、映像で見ていきたいと思います。 1> まあ第1波の安値が737円ですね。で、えー、第一波の高値がえー、っと、どれぐらいだろう出てこないな。えー、1109、ね、110円,11円ですね。1109円。あ、じゃあもう一個か。111円ですね。111円になりますね。で、えー、第2波が。 909 90ということで、904ですね。で、えー、第3波ね目標値をアウトプットしていきますと、まあ、1318円ですね、えー。なので、ちょっとオーバーシュズをしている、ねえー、状況が確認できるかと思います。 まあ、ということでですね現在まあ第3波のね、えー、状況ということで、えー、第3波の今現実の高値が1387円なのでもしね、えー、今のね状況が高値で調整あった場合ですよね、えー、どうなってくるかと言いますとおそらくねちょっとオーバーシュートしているので押し目が深くなってくるのかなというねイメージを持ってますなのでその場合については多分ね、えー、3分の1ですね38.2%から 五十パーセント時にですね。えー、このあたりぐらいまで調整が入ってくるのではないのかなというねイメージを持っています。まあなので間を取って、まあ千百二とですね、千百四十五の間を取って千百七十あたりでですね、え、まあ切り返してくるのではないのかなというイメージであります。なのでエリオット的なね動きをねイメージしていきますと、まあこんな感じでですね、もしね第五波が発生した場合についてはこんな感じで動いてくるのかなと。で、えー、まあ第五波がね目標値を達する場合については。 まあ 1, 1円から 1, 円あたりですね先ほど2374円とアウトプットを出したんですがそこまで届かずに2000円の手前ぐらいです、ね、まで伸びてくるという、ね、イメージであります。でもし、ね、この第3波が伸びた場合についてはその分です、ね、ここから足していただければというふうに思います。 と、まあ、ということでですね、もう1個短い時間軸ですよね、えー、15分足チャートを使って、目標値ですね、えーまあ、短期の、ね、目標値を、ね、アウトプットしていきたいと思います。はい、ということで、えー、JFE の今度は15分足チャートを、ね、見ていきます。まず、第1波の安値なんですが、ここからを起点とすると、1101円ですね。で、第1波高値がここですね、1199円。 第2波が1158。これで出していきますと。いくと、第3波の目標値が1278から1317ということで、大体このあたりですかね、1308ですよね。 えー、なのでほぼ適中しているのかなというところですよね。で第四波の押し目が1227で考えると第五波の目標値というのがまあ1335から1116ということでそろそろね、えー、第五波到達してくるので。 調整が入ってくるんではないのかなというね、えー、状況であります。はいということでですね、えー、JFE ホールディングスの値動き予測ですね、えー、一応まあ、あのー、そろそろね、第5話到達ということで、調整が入ってくるのかなということで、たぶんね、えー、一回この辺で、おしめが入ってくるのかなと。なので、1250円から1170円あたりですね、まで一回調整が入って、そこで切り返すことができれば、 まああの1500円あたりまでですね、えー、来るんではないのかなというねイメージを持っていますで多分ね、えー、1250円から1500円の間でですねまあこの高値がありますので揉み合ってくると思うんですよね、えー、まあ売り方もね、えー、まあ抵抗はしてくると思いますので、えー、ここで買い方と売り方がね、えー、ぶつかって揉み合ってくるとで揉み合う上抜けしたら一回1250円までね伸びたと調整して、えー、もしね当時の高値 この、ね、黄色いゾーンに入り込まず、1500円のラインを割らずに、ですね、えー、当時の高値を抜いてくれば、まあ、1581円から1940円あたりまでくるんではないのかなという、ね、イメージであります。で、一応ですね、えー、このラインですね、1250円のラインをです、ね、下抜いてしても、一回、この黄色いラインですね、えー、第一波高値のお部分がですね、サポートとして機能してくるのが、ね、予想できますので、1111 11円でしたっけね、1111 11円あたりは、たぶんなかなか初めは破れないのかなと。 1>, で1回ね、多分戻りがあると思うんですが、この戻りでですね、1250円をね、えーまあ、また再び超えてくれば、もう1回ですね、えー、もみ合いになってくるのかなと。で、えー、逆にですね、1250円のラインをね、超えられずに、まあ、レジスタンスとして意識されていたというね、えー、状況だった場合については、その場合は、あのーまあ、1, 900円ぐらいですかね、900円か1000円あたりまで、えー、下落してくるんではないのかなというね、イメージを持ってます。まあ一応ですね、ここまではトレードシナリオをね、立てましたので、あとはですね、えーまあ、視聴者の皆さんが、 まあ、トレードプランですよね。これに乗っかるんであれば、ここでですね、えー、どうやって、えー、まあ、すごいね、いい、いい感じのトレードプランをね、立てるか。これはね、えーまあ、トレーダーのね、腕の見せ所なのかなというふうに思います。はい、続いてですね、ユニバースの分析に入っていきます。はい、現在ご覧のチャットはあー、ね、ユニバースの手話シチャットになります、えー。まずね、意識左右ラインから、ね、引いていきますと、まあ、こんな感じになってくるんですけども、 なぜ、ね、今の株価まで上がったのか、ねえーまあ、テクニカル分析を、ね、やっていきますと多分、ね、300円のラインですよね、えー、この高値が意識されたので300円のラインを超えたことから、まあ、エネルギー的には4 5 0円あたりまで上がる力があったので今、ね、1回その、ねえー、上昇力を使い果して、えー、調整が入ってきている状況ではないのかなとお、ねえーまあ、分析をしています。 ではですね、えー、ここからあまあ問題になってくるのは、まあ、次の焦点ですよね、えー。次の焦点はどこかというねところなんですけど、まああのパッと見に思うのはまずねこの高値とこの高値ですね。えー、まあ要はねどの高値が意識されてくるのかというところがまあ焦点になってくるのかなというふうに思います。まあ例えばですね、えー、このね高値が意識された場合についてはおそらくね、まあ、400円に近いということで、えー、400円のね、えー、まあラインですよね、えー、調整時に 400円をね、一回試してくるのかなと。400円のラインがサポートとして機能しているかどうか、あ試しが入ってくるのではないのかなというイメージを持っていますで。もしね、えー、この試し,、ね、試しが入ったときに、400円のラインを割ったらどうなるかというと、その場合はですね、えー、次のラインですよね。えー、次のラインというのは370円ですね。400円のラインを割ってしまった、このサポートラインを割ってしまった次,、ねえー、次については、370円の、ね、ラインを試してくるのではないのかなというイメージを持っています。 ではですね、370円のラインを割ってしまったとね言ったときにどうなるかというと、今度は、今度はね、300円のラインですね、ここを試してくるんではないのかなというねイメージを持っています。ではですね、次の視点ですよね、このチャートを見ていくと、ここでもみ合って抜けてきているということで、トレンドがね発生する可能性が出てきているんですよね。なので、フィボナチルトレースメントをねえ見ていきますと、こんな感じですよね。ということで、400円のラインというのは、 ちょうどね、えー、3分の1を占めラインですよね、まあ、38.2%の調整、えー、ラインですよね、えー、370円というのは、まあ、偶然かもしれないんですが、2分の1を占めですよ、ねえー、50%の調整ラインですよ、ね、が被ってきているということで、おそらくね、えー、この状況、フィルツリトライスメントとお、ねえー、高値のライン、意識されそうな高値のラインが被ってきているということで、まああのー、このゾーンですよね、400円から370円のゾーンというのは、かなり、ね、反応する可能性が高い。 このゾーンで跳ね返ってくる可能性がね、えー、高いんではないのかなというイメージを持ってます。まあ寝動きのねイメージ的にはあまあこんな感じですよね、えー、こんな感じで動いてくるのかなというイメージを持ってます。で一応ちょ気になるのが化学体別出来高ですよね、えー、逆ピラミッドがなってるということで、まあ、下に走りやすいね化学体別出来高の分布をしているということでこの辺りはですねちょっと注意が必要なのかなというふうに思ってます。まあ、なのででイメージ的にはですねもし このねユニバンスが上に動くという、ね、意思があるのであれば、まあ、この状態からです、ね、おそらくこのトレンドラインを破って、ダイパー高値を、ね、超えてくるのではないのかなというイメージを持っています。もしねユニバンスがここからトレンドが発生して上に行くという、ね、意思を持っているのであれば、こういった動きを、ね、してくるのかなというところであります。ちなみに標値、ね、につきましては、まあ、ダイパーの、ね、高値を超えた場合、まあ、一応、ねまあ、588円から 六百三十あたりですね。え、このあたりぐらいになってくるんではないのかなというね、イメージを持ってます。はい、続いて、M. C. J. の分析に入ってきます。はい、現在このチャットは、M. C. J. の週足チャートになります。まずね、意識されるラインの方から引いていきたいと思います。まあ、一応ね、え、二百円刻みのね、ラインという状況であります。今現在ですね、この千円のラインが意識されていまして。 このね、正のラインが抜けようかというときですよね、1回抜けたんですけど、この正のラインがです、ね、サポートとして機能しなかったために、もう1回です、ね、一回下抜けして、また再びです、ね、正のラインを越えてこようかというところですよね。なので、正のラインをです、ね、完全に越えてきた場合、この、ね、揉み合いを越えてきた場合、どうなるかというと、エネルギー的には、ね、486円から正まであるということで、5 1 0円ですよね、5 1 0円の値段があるということで、 えもしこのね、えー、もみ合いをブレイクした場合については、1512ああたりまで動いてくるる可能性があるのかなと分析をしております、まあ、なので、このもみ合いですので、まずね、えー、焦点になってくるのは、このもみ合いをね、えー、ブレイクする必要があるので、このもみ合いをですね、えー、ブレイクしたら、1512円ですよね、おそらくこのあたりまでは通いてくるんじゃないかなというイメージを持っています。 値動きの、ね、イメージとしては、1回ね、1250円あたりまで伸びた後押し目をつけてくると思うんですよね。押し目をつけて、このね、青い枠の像に入ってこずにです、ね、当時の高値を抜いてくれば、多分1512円あたりまで、ねえー、来るんではないのかなと、イメージを持ってます。で、反対にです、ね、下抜けした場合については、まあ、こういった動きですよね。800円のラインを試しに行って でえー、戻りでですねこの泡枠に入らず、ですね、えー、800円のラインを下抜けしてきた場合については、まあ、600円のラインまでですね、えー、落ちるんではないのではないのかなとイメージを持ってます。はい、では、ですね MCJ もあのエリオタードが、ね、出ているということで、事前に分析したですね、えー、映像でですすね、えー、流していいいいきたいと思いますはい、それでは、ですね、えー、MCJ もエリオタードを、ね、出していきたいと思います。 ま,あこれまずね、これもみ合っているので、ここはトレンドレスですよね。もみ合いのねこの高値を超えたことから、ここからまあエリオタド第イ波で出るかなというところで考えていきますと、第1波安値がですね214.5。ポ21ンと抜けてますよね。第1波高値が677.5。 1> でえー、第1波の安、第2波がですね、えー、491.5。ということで、あここに入ってるえー、っと、うんえー、第3波の目標値が1052から1241ということで、 ここが、まあ、1047ということで、ここが第3波なのかなというところですよね。で、第4波がちょっと深押しですよね。で、第1波の高に終わってきているので、結構弱いのかなと、問題ね。で、見ていくと、491かな。486ですね。なので、1047と486なので、第5波の 目標値が995からあ、まあ、ちょっと幅があるんですけど1703.5ということでちょっと幅があるんですが今ね第5話の一番末端ね一番下の部分には到達しているということですよねで、まあ、私の経験則でいくと第5話っていうのは一番下か一番上なんですよねそうやってくると、まあ、もしかしたら1703もねあるのかなという状況でありますなのでもしく、ね、まあ第5話終わってる可能性もあるので のでやっぱりね、待つ先方としては、ま、あの戦うね、先方としてはこのね、も、えー、み合いブレイクを狙った方が手かたいのかなとイメージを持ってます。はい、続いてミポックスを分析していきます。はい、現在このチャートはミポックスの週足チャートになります。まず意識されるねラインから描画していきますと。とまあ、こんな感じですよね。100円刻みで、まあ、意識されるラインはねあるのかなというね状況であります。 で、チャートをですね、見ていきますと、まあ、ダブルボトムですよね、えー、こんな感じでダブルボトムです、ね、ちょっと変形ですよね、えー、右のねボトムが下がってきている変形的なダブルボトムではあるんですが、まあ、ダブルボトムが完成して、えー、この高値をですね、えー、抜いてきている状況が確認できるかと思います。ということで、まあ、ダブルボトムのです、ね、今焦点となるのはこのダブルボトムが完成しているのかどうかっていう、ね、まあねこの黄色い枠のところでもみ合っているんですねこれ判定するもみ合いなんですよね。 これが本物であればこのね黄色い枠のもみえを上抜けしてくるしこのダブルボトムのね完成がだましであるとこのね黄色い枠を下付けしてくるという状況ですよねではですねダブルボトムが完成した場合どのあたりまでですね動いてくるのかと言いますとまあ下値がですね186円で高値が473円ということで二百 290円,円ぐらいね上げてくるのかなというところで、七7 3円に290円を足してくると、大体760円ぐらいかな、まあ、760円ぐらいまでく、えー、るんではないのかなというイメージを持ってます。で、値動きのねイメージは、まあ、こんな感じですよね。まあ、1回まあ600な、上抜けした場合は、ですね1回675円あたりまで上昇してから押し目を作り、二で,ですね高値抜いてくれば、まあ760円あたりまでくで、ねえー、るんではないのかなというイメージあります。 反対に下抜けした場合については1回ね。誘円あたりをね、えー、叩いた後戻りが発生して、えー、このね。黄色い枠内に入ってこなければあ入って入らずにですね。予約円のラインを下抜けしてくれば、まあ300円ぐらいまでですね、えー、押してくるんではないのかな？というイメージを持ってます。はい、続いてですね、えー、ベースの分析に入ってきます。はい、現在ね、えー、ご覧のチャートにつきましては、ーベースの週足チャートになります。 ベースについては、し、まあ、足チャーとね、見てみたんですけども、ちょっとね、チャートが分かりづらいですよね、えー。ダブルトップではない感じですよね。で、えーまあ、遠めて見るとフラッグにも見えるんですが、出来高が多いで、なんか違うような気もするし、あとね、三角持ち合いかもしれないけども、ちょっと何とも言えないね、えー、形になっていたので、ちょっと週足ではですね、分かりづらかったんですよね。えー、ということで、突き足までですね、えーまあ、時間軸を広げてみたんですよね。 まあそうすると見えてきたのが、まあ、フィボナッチリトレースメントですよね。で、白、え、足、ー、では分かりづらかったんですけども、あの月足ベースで見るとですね、えー、フィボナッチリトレースメントが、まあ、意識されているのがですね、えー、確認できるかと思います。まあ、一応ね、えー、38.2%と 50%, 50の間でですね、まあ、実体ベース、ローソク足の実体ベースで意識されてもみ合っているのがね、えー、見えるかと思います。さらにですね、えー、左側の方に見ていきますと、 このね、えー、価格帯別的だかですね。まあ、非常に重いね。まあ、大きいね。価格帯別的だかね、えー、形成されているということで、もしね、えー、このね価格が株価がですね。上に動けばこのね、えー、価格帯別的だと,というのは発射台ですよね。発射台になりうるんですが、あ下にね抜けてしまった場合についてはまあ、非常に重い負担になりうるね、えー、状況になっています。わ、まあ、かります。かね、えー、なので、もしこのね。ベースっていうのは今入ったらギャンブルですよね。 あの下に抜けてしまったらもう助かんない可能性ができてるんですよね。えー、これだけできたかがね増えてきてしまうと戻り売り圧力というのがねえこれ抜けてしまうとこのもみ合いはですね青いゾーンのもみ合いを抜けてしまうと戻り売り圧力が相当高くなるのでえー戻ってこない可能性ができるんですよね。で反対に上に抜いた場合についてはこのねえ青いゾーンっていうのはかなり安全牌のねえーゾーンになるということでえ強力なサポートになるんですよね。 なので入るね、イメージとしては、この青いゾーンの、ねえー、中っていうのは、馬、ま、場、あ、抜きですよね。えー、買い方が馬場を引くのか、売り方が馬、ね、場を引くのか見るゾーンですよね。で、どっちかが馬場を引いたところで、馬、え、場、ー、を引いた逆側についていくんですよね。えー、買い方が馬場を引いた場合については、売り方についていき、売り方がね、馬場を引いた場合については、買い方を、ね、についていくのが、まあ、一応ね、手堅い戦い方なのかなというふうに思います。 まあ、ということで,です、ねえー、もう少し細かく値、ね、動きをイメージしていくために、フィナッチルトレスメントをです、ね、もうちょい、ね、増やしていきますと、まあ、こんな感じですよね、えー、23.6%と76.4%を、ね、増やしていきますと、おそらく値、ねえー、動き的には、まあ、上に動く場合はです、ねえー、こういう動きですよね、えー、になってくるのかなというイメージを持っていますで、えー。一応ね、えーまあ、フィナッチルトレスメントということで、まあ、エリオット痘、ね、が出てるということで、エリオット痘で第1波高値の縫った場合については、 第3波の目標値がまあ2万7000ですね。で、第5波があった場合については、5万3000ぐらいまで行く可能性があるのかなというところですよね。反対に、これね、下抜けした場合については、うん、まあ、これね、この状況からすると、まあ、行ってこいまで行きますよね、多分。行ってこいっていうのは1000円ですよね。1000円ラインまで行く可能性があるのかなというところですよね。まあ、しばらく、もし下抜けしてしまった場合については、まあ、あ騙しじゃない限りね。 騙しっていうのは多分ね61.8%ぐらいまではあると思うんですが76.4%まで落ちるとなかなかね、えー、上げてこれないんじゃないかなというイメージを持ってますなので、えー、61.8%で入れれば一番ね、えー、リワード的には高い、ね、リワードを得られるかもしれないんですがちょっとね、えー、この戻り売り圧力にさ,さ,さらされる可能性があるということで、まあ、入るんだったらやっぱり順張りですよね、えー、この青いゾーンを抜けて からの押し目ですよね、えー。抜けてからの押し目で入った方が手堅いのかなと。で、もし万が一このね青いゾーンまた入,入り込んでしまったらね、ロスカットで様子を見てまた抜けてきたら入るというのがまあ手堅い戦い方なのかというふうに思います。はい、続いてチェンジの分析に入っていきます。はい、現在ご覧のチャートはあチェンジのですね週足、えー、チャートになります。これもですねちょっとわかりづらいということで、えー、先ほどと同じようにですね付き、えー、足チャートにね、えー、していきました でえー、フィブラチルトレースメントですね、えー、出していきますと、ここですよね。で、えー、今ね、現在どういう状況かと言いますと、まあ、2824円の、ね、安値をつけたんですけども、ちょうどですね、えーまあ、フィブラチルトレースメントのね、えー、61.8%に反応し、かつですね、50%をね、えー、週足の終わりで、ね、抜けてきた状況ですよね、まあ。ということで、今の状況については結構ね、強いのかなというふうにね、分析をしています。なので、おそらく、 この状況からすると 38.、38.2%までは、ね、来るのかなと、まあ、つまりね、4173円ですね。えー、このあたりぐらいまでは戻してくるんじゃないかなというイメージを持っています。で、電気的には、こんな感じですよね、えー。揉み合ってきて、とりあえずしばらくですね、50%と38.2%で揉み合ってエネルギーを作り、で抜けてきたらですね、5000円あたりですね。で、1回押し目をつけて、えー、抜けずにですね、38.2%がサポートと機能して、抜けてきたら、抜けてきて、 1> 第1波高いのを、ね、抜けてきた場合については、まあ、エルタド的には、ねえー、9,950円あたりですね、えー、この辺りぐらいまで通いてくる可能性があるのかというイメージを持っています。大根場で、ね、行った場合については1万 9, です、ね、19,250、え、円、ー、来る可能性があるのかという状況であります。で、反対に下抜けした場合については、まあ、こういう動きですよね。えー、もみ今、まあ、とりあえずですね、週足の終わ値で、ね、50%のラインを、ね、結構強く抜けてきているので、 えー、揉み合ってくると思うんですけど、この揉み合いはですね、下の喫茶場については、まあね、61.8%、再びですね、えー、2800円,28円ぐらいですね、えー、ぐらいまで来てから、ねえー、こういう動きをしてくるのかなというイメージを持っています。はい、ということで、ですね、えー、いつもこんな感じで、えーまあ、細かいですね、えー、テクニカル分析をしています。今日はね、若干あのファンダメンタルズ、いつも入れているファンダメンタルズですね、えー、入れてないわけなんですけれども。 まあ、LINE のね、えー、オープンチャットでも、こういった形でですね、えー、皆さんが要望していただいたメーカーについては、あの丁寧にですね、えーまあ、分析して、あの情報提供を、ね、してますので、よかったらですね、えー、LINE のオープンチャットとか、あまあ、あとですね、えー、株式投資をギャンブルにしない方法ですね、えー、これもお、一応概要説明欄の方にですね、えー、リンクを貼っておりますので、そちらもですね、えー、参考にしていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。